末次氏は日本の氏族の一つ。宇田原子内の佐々木支流の分流出雲源氏の一派である。鎌倉時代前期から室町時代後期にかけて現在の島根県松江市を領土としていた国人であり、主に山梨、天古氏に従っていた。毛利氏によって滅ぼされるまでは守護大名について歴史上の各地の戦乱に参加した。また、 巨城は亀田山にあったと思われ、現在その地には松江城が建っている。出雲国風土器によれば、現在の亀田山にスエイト級の社が祀られていたため、それがスエジの元となったとされている。現在、スエイト級の社は松江市に市社長に祀られている。また、松江市内のあちこちにスエジとつく地名が残っている。出雲源寺の流れを組む末エ氏の思は、 富田氏から分離した末継ぐため清であり、県庁の頃より、出雲国宝、吉里の一部松次を領して末継ぐ氏を称する。その子、清正、清親の兄弟は公安四年孟子襲来の公安の役で海辺敬語のため九州に出陣した。新陳の孫佐か氏は、現行三年、縁や高貞に従って沖に入るされていた。 五代醐天皇の帰京に尽力した一方、清志鎮の子高宗は、足利高氏の下で来た朝方に先行があった。高宗の孫淳鎮は、明徳二年明徳の乱において当時三院十一国の守護を務めていた山梨の下で先行を挙げた。その子鎮乗りは、大永二十三年、上杉全州の乱に、山梨のかかたんし、足利持氏は、駿河に敗走するに至った。 その子鎮高氏は、かき元年、かきの乱において、山梨の加か,かたし、赤松市討伐に尽力した。その子高吉は、応仁元年応仁の乱において、山梨法につき、細川氏との争いに尽力した。文明十年頃、天骨根久が、出雲守護大となり、この頃末次城は、甘腰の手に渡ったと考えられる。その後、 天子氏と毛利氏との数々の戦の中、末継ぐ上司は次々に変遷することになる。高吉の孫忠豊は、英常年間に、天子常久、宗久兄弟間の確執による内乱において、常久側について戦ったとの記録があるが、早急なる人物の特定がされておらず、家系図複製時の写し違いと思われる。その子忠貞は、 天文九年の吉田軍山城の戦いに、天子常久に従って、毛利元成と戦った。その子忠久は、春久、吉久二代に渡り仕え、工事二年から a 六五年、毛利元成が攻める岩見銀山攻防戦に尽力した。その子忠隆は、毛利氏に滅ぼされた天子氏復興を目指し、a 六十三年、天子勝久の下で奮戦するが、戦死。 勝久は脱出。ついに、元気二年、末継城は、毛利氏の手に落ちる。そして、毛利氏が末継城を略奪し、毛利元成の八尾元康が、末継元康を名乗ったが、その子孫は、浅毛都市家として、毛利勢に戻った。三十四年後の慶長十二年、堀尾義春によって、現在の松江城が建築される。定高の小助棒は、 天正18年、孫の勝茂は、寛永15年に没す。どのように生きたかは不明だが、この頃までは、末築生を名乗ることができたらしい。その後、一族は生を奪われ、野郎に定住し、野並生を名乗る。そこは、日本海沿岸の地であり、海洋貿易もしくは、海賊のような生活をし、一族は富を蓄えていった。数世代後、一族は、出雲国の隣、 同期国の米紙に移り住み、末都癖を再び名乗り、大事主として定住した。現在は、ほとんどの土地を失い、本家は、関東に移り、文家のみが夜名後に残っている。ありがとうございます。